どうも秋葉大成でございます。いつもありがとうございます。はい、ということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の、音楽アーティストを中心に、僕が誰からも、頼まれてもないのに勝手に、解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方最後まで見ていただければなと思います。また動画が結構間隔空いてしまって申し訳ないんですけれども、久しぶりの動画ということで、本日もねやっていこうと思うんですけども、まあ、本日はですね1曲についてちょっと紹介するというか、まあ、アーティスト解説でもあるかなとは思うんですけども、今回こちらちょっと紹介しようかなと思います。はい、いつはまゆみさんですね、まあ、一応恋人よの動画をちょっと撮りたいなというふうに、まあ、思ったというのもあるので、まあ、ちょっとこのいつはまゆみさんの恋人よという、まあ、この曲と、まあ、いつはまゆみさん自身のお話なんかも交えながら、まあ、アルバムもちらっとちょっと喋れればなと思っております。はい、ということでですね、いつはまゆみさん僕のチャンネルでは、時々まあ、秋に聴きたい曲の中で喋ったりとか、フォークジャンボリーの時に喋ったりとかっていうね、まあ、そういうことはありましたけども、まあ、がっつりいつはまゆみさんのまあ曲とかを喋るっていうのはなかったので、ちょっと今回は恋人よという、まあ、これは普遍的な後世に残るもう本当日本の歌謡曲のまあスタンダードともなってますけども、まあ、とにかく名曲であることは間違いないんですけども、改めてまあこの曲の魅力とかね背景とか、まあ、そんなことを交えてちょっと喋ってみたらいいんじゃないのかということでですね、一気に気温が寒くなってきた今日この頃、このアルバム特に恋人よをよく聞いてるわけなんで、ちょっとその辺もねちょっと喋っていこうと思います。ちょっといつはまゆみさんの、なんか紹介も交えながら喋っていこうと思います。まあ、いつはまゆみさんといえば皆さんどういうイメージお持ちですかね。まあ、恋人よというこの楽曲が、まあ一応ですね、まあいつもまゆみさんの中での代表曲でもあると同時に、やっぱりこう日本の歌謡史というものを紐解く中でも絶対欠かせない一曲ではあると。なのでこう恋人よという楽曲のイメージというのが非常にね、なんか定着してるアーティストというね、感じもあるんですが、やっぱりですね、いつもまゆみさんって本当にね、この後ちょっとちらっとね、紹介したいんですけども、まあ非常にこうフォーク的な側面でフューチャーされる時期もあり、いきなりロサンゼルスでレコーディングしたり、まあ、日本のキャロルキングっていう風にね言われたり、まあ、実際共演もしてますけども、まあ、そういうシンガーソングライターとしての力量というか、まあ、その存在感って非常に大きいわけですよね。それと同時にやっぱりこう歌謡曲というこの枠組みの中でも非常にこうポップソングという形でどんどん出していく。それと同時にまあフランスとかアジア圏でも非常にこうねフューチャーされる、非常にこうグローバル的な感覚をお持ちな方かといってですね、やっぱりこうグローバルだけれども、やっぱりフランスに、行ったことによってよりこう日本語というものの、情状的な部分であったりとか、まあ、その日本人としての情緒感みたいなところを、まあ、歌に反映させていくとかですね、まあ、そういったですね詩的にもですね、まあ、メロディーメーカー的にも、そして何と言ってもいつはまゆみさんのこの歌声的にもですね、天才なアーティストなんだなっていう、まあ、そういうね、方なのかなというふうに思います。まあ、結構僕音楽ずっと聴いてますけども、意外といつはまゆみさん知ったのってね、そんなにね昔じゃないんですよね。上京してもう本当に大学で上京してライブハウスとかで歌ってる時にですね、まあ、ある女性の方がですね、この恋人よとかいつはまゆみさんのまあ少女とかね、いろいろなこう名曲を歌ってたんですよね。その時にもうなんてちょっと心打たれたんですよ。まあ、そのアーティストもすごい上手かったっていうのもあるんですけども、そっからいつはまゆみさんってめちゃくちゃすげえなってなって、もうそっからねずっと聞いてたっていう、でレコードも何枚か集めたっていう、まあ、それがね僕のもう本当に、今からもう6年ぐらい前ですかね、まあ、そんぐらいの時の、まあ、いつはまゆみさんとの、まあ、出会いというか音楽との出会いになるんですけども、まあ、やっぱりいつはまゆみさんそういうね、まあ、魅力的な、まあ、方であるということですよね。でやっぱりねいつはまゆみさんの魅力ってたくさんあって、人生観みたいなところと、なんていうかこう一筋縄にはいかないこう人間としてのですね、こうやっぱりこう喜怒哀楽というものをですね本当に詩的に表現しているというのが僕は魅力的だなと思うんですね。実はまゆみさんのなんていうかこうオーラ的なところで言うと、非常にこうなんていうか、まあもちろんこう哀愁という一般的なイメージというものもあると同時に、知的でありですね、
まあ、そこにまあ完備的な部分っていうのもこう内包してるというね、こうエリート的な側面で見るっていうのもですね、いつはまゆみさんの僕はなんか全体のこうオーラから感じる部分でもあったりとかするんですよね。いつはまゆみさんですね、10代とかにはまあね、やっぱりキャロルキングとかですね、エルトンジョとジョニーミッチェルとか、まあ、そういった洋楽なんかも聞いていて、まあ、歌謡曲っていうのもあるんですけども、まあ、そういう音楽、まあ、いろんな音楽に影響を受けたという方なんですね。でこの方はですね、もともとですね、弾き語りで洋楽の、まあ、ピーター・ポール&マリーとかそういったフォークの音楽もそうですし、まあ、とにかく、英語の歌の、まあ、カバーというものを弾き語りスタイルで最初やっていた方なんですよね。でそして、まあ、自分のなんていうかこう世界を表現したいみたいな感じでシンガーソングライターとして、まあ、オリジナルを作るっていうことになっていくんですけども、まあ、非常にこの方結構あと視線のねイメージもやっぱ強いかなと思うんですけども、1972年に、まあ、少女という、楽曲そしてアルバムで、デビューするわけですね。でこのアルバムがとにかくすごいんですね。ロサンゼルスレコーディングなんですよね。でやっぱりこれデビューでロサンゼルスレコーディングっていうここがねやっぱすごいところではありますよね。で実際にこの少女ではですね、まあ、キャロル・キングとか、がまあ参加してるっていうことなんですよね。ですねもういきなりこうロサンゼルスレコーディングだっていうここにこう始まるところすごいというか、まあやっぱりでも70年代で僕もこのチャンネルでたくさん海外レコーディングっていうところでね、まあ70年代でもロサンゼルスレコーディング、例えば風とかもそうですけども、まあねフォーク系のアーティストだろうが結構海外レコーディングって70年代からね出てきますよね。でも相当早い気はしますよね。井上陽水さんの氷の世界とかもちょっとその後だったりとかしますし、まあ割とだからもうデビューからってね、あとまあ山下達郎さんとかもね、サーカスタウンとかはもういきなりね、まあ海外アメリカのニューヨークとかロサンゼルスとかっていうのはあるけど、でもその前にシュガーベイブやってたとかいろいろこうあったりとかして、でもこの当時も一発目で海外レコーディングっていうのはすごいですよね。でまあね結構ねタバコの煙とかっていう曲でも結構まあ、割とヒットして、でまあセカンドアルバムの風のない世界というかアルバムもまあ LA レコーディング、だったりとかして、またキャロルキングが参加していたりとかっていうね、そういう中でですね、まあ、和製キャロルキングっていう風に、言われる、まあだから日本の女性シンガーソングライターの草分け的なね存在になっていくわけなんですよね。まあ実際この宣伝文句というかこういうまあ触れ込みみたいなのに実際ちょっと違和感を感じていたということも、おっしゃってましたけどもね、逸話さんはね。この方 CBS ソニーなんで、まあその同じ CBS ソニーで吉田拓郎さんというまあ、まあフォークの大御所というかまあプリンスみたいなのとこう比較されるみたいな、さらにね吉田拓郎さん的なところで言うと、まあ個人レーベルもその最初持たせられたという、まあそういう割とこうなんていうかもうカリスマ的な感じでね、もう割と最初の方から、言ってたと。でまあ拓郎さんっていうこともあってフォークジャンボリーにも参加してるってこともあるので、まあ、非常に最初こうフォークシンガーみたいななんかそういう位置づけになってたという、そういうお話はね聞いたことがあります。だから非常にね最初から海外レコーディングを商業的に成功させたということもあって、でも少女とかって聞くとフォークってじゃあ言えるのかっていうと、またそれもね微妙なとこありますけども、この後まあ70年代こう真ん中ぐらいですかね、中盤ぐらいにまあ結構その細野晴臣さんとかそれこそとか鈴木しげるさんとかたちともまあレコーディングなんかをしたりとかして、まああとマユミティっていうこの名盤ですね、これも、ね、発売することになって、でこのマユミティを聞いたフランスの、方がですね実際にこう絶賛してフランスでやってみないかという感じで、そっからまたフランスにね、ちょっと行くことになるんですよね。なのでもう初期から割とねワールドワイドな感じで、まあそっからまあフランス行ってフランス語のアルバムとかね出したり、エトランゼ出したりとかして、そしてまあフランスでねこう日本を離れて暮らす中でですね、まあ日本人としての母国語の美しさというものにですね改めてこう再認識して、でまあ帰国後はまあ日本人の金銭に触れる歌謡曲路線の、まあ楽曲を作りたいということで、まあさよならだけは言わないでという楽曲なんかを出すと。でこれもまた、ヒットするわけでございますね。この時期ぐらいにですね、まあその恋人よの、まあ、アレンジャーとしてもまあ相当な力量を出している船山元樹さんとまあ組んだりとかするんですよね。だからそういう風にまあそのフランスに
て帰ってきて、こうやっぱりこう歌謡曲というところにこうフォーカスというか、こう自分のこうアイデンティティみたいなものを確立していくということだと思うんですよね。で、まあ船山本樹さんといえば、まあ、歌謡曲界の中でのまあ本当超大御所の、まあどんだけ名曲出してるんだという、まあそういうね編曲家ですよね。筒美京平さんとのタッグというのが非常に印象的ですけども、船山本樹さんもいつは真由美さんのまあ楽曲っていうのは日本人のまあ DNA というものに訴える、そういう要素があるということをおっしゃってて、まあいつは真由美さんの楽曲って本当にそうですよね。で、なんかね、全然ちょっとまた話それるんですけど、僕ね、あの村下幸三さんの入門動画とか出してて、村下幸三さんも結構好きで聞くんですけども、あそことまたちょっとやっぱ違うけども、なんていうかこう拓郎さんとかではなくて、まあそういう、まあ、叙情的なというところで言うとね、やっぱり村下幸三さんのやっぱり日本人のこう DNA に訴えるという、なんていうかこう日本人としてのアイデンティティみたいなところとか、日本人としての原風景というものをですね、視聴者がこう想起しやすいみたいな、そういうところで言うとね、なんか村下幸三イズムみたいなところ、まあもちろん村下幸三さんの方が後ですけど、なんかそこと僕はなんかちょっと類似してるかなって個人的にはちょっとね思ったりとかしてます。文字から本当にこう日本の情緒を取り入れていくと、で、まあいつは真由美さんも自分のまあ、成長過程で吸収した日本の情緒というものを改めて自分の音楽というものに投影したいと、まあ、そういうね新しい舵を切っていくということなんですね。で、その流れで出されたのがこの恋人よという、まあ、曲でありアルバムであるということなんですよね。めちゃくちゃ売れることによってですね、レコード大賞の金賞を受賞したりとかっていう、そういう、まあ、紅白も出たりとかありますけども、まあ、非常にこうお茶の間に浸透していくと、まあ、そういうね、部分でありますけども、この後もねすごい活躍される方で、まあ、ここからまた東南アジアとかインドネシアで人気になるとかね、例えば80年代とか心の友とかね、そういう名曲もあったりとか、アルバム潮騒とかね、そういう本当名盤を出していったりとかするわけですよね。で、まあ、実際歌謡曲路線とかになって、一応ファンの中でもちょっと戸惑いを覚えるみたいなことも実際あったらしいんですけども、いつは真由美さんもまあ、おっしゃってますけども、自分自身もね、昭和歌謡を聴いて育って日本の情緒的な良さの影響を受けてると、でフランスで仕事をして日本人であることを改めて誇りに目覚め、その一つが歌謡曲でしたということなんですよね。これまで出してきた楽曲もいつは真由美としてのスタイルであるということもおっしゃっていて、だからこういう意味で言うと非常に幅広い音楽性というか、まあミュージシャンとしての誇りであるとなんかやっぱり思ったりとかしますよね。ということでですね、ちょっと恋人よという、曲についてね喋りたいなと思いますけども、名曲ですし、まあこれね、もともとあの B 面がジョーカーという曲なんですね。で、恋人よというアルバムにも収録されているジョーカーという楽曲、この楽曲非常にこうなんていうかポップス要素満載というか、それこそこうニューミュージックの流れを組んでるイメージがある名曲なんですね。で、まあこの曲がもともと A 面になる予定だったんですけれども、恋人よのレコーディングの時にあまりにも出来が良すぎて、スタジオがもう感動に包まれたということで、それでまあ A 面 B 面がひっくり返って恋人よが A 面としてこう発売されることになったと。編曲を頼まれた船山本樹さんとかも含めてですね、 B 面の曲だから自由にやってくれみたいな感じで言われていたんだけれども、まあいざね自由に作ってみたら、まあ皆さんもご存知の通り壮大なスケールのストリングスが織りなす世界のですね、まるで映画音楽かっていうぐらいのですねイントロ、まあイントロの尺40何秒って、まあ、尺は長いけども、そこからいつは真由美さんの まあボーカル力もそうだし、まあそのこの曲自身に内包されてる、まあ、一番表現として正しいのはじゃあ哀愁って言葉なんじゃないかと。そうなった時にこの哀愁とか、そこのこう人間の感情、そして日本人の情緒、それが情景描写含めて全てもう素晴らしすぎるということで、まあ、急遽 A 面に、ね、なったということなんですよね。で、実際にですね、いつは真由美さんもこの曲が初めて出来上がった時は魂が震えるような感覚を持ったということをおっしゃってるわけですね。でですね、やっぱりこう、ね、詩曲を作るシンガーソングライターとしての、楽曲制作の中では、まあ普通に曲を作ってたんだと思うんですけど、いつは真由美さん自身も曲を最終的に作り上げるのはやっぱり編曲家ということもおっしゃっていて、だから船山本樹さんがあの壮大なスケールのイントロを書き、そしていつは真由美さんの歌が入り、その、まあ、編曲も含め曲がこう完成した時に魂が震えたと
いうことになってるわけですね。恋人よなんてね、だってもう美空ひばりさんとか淡谷のり子さんとかが重鎮がカバーしてるんだっていうぐらいですね、まあ名曲すぎるわけですよね。恋人よってね、なんかなかなかこう言葉でこう解説というか喋るのって相当ね度胸がいるというか、もう名曲すぎてっていうのはあるんですけども、やっぱりこの恋人よという楽曲のすごいところって、最初の40秒以上あるイントロですよね。膨大なスケールで描かれている、本当にこれから何か物語が始まるんじゃないかというような期待と不安がこうなんていうか入り混じる感情に直接突き刺さるですね、素晴らしいイントロがまず魅力ですよね。でやっぱりこの40秒の尺ってまあ、聞き慣れるとあっという間ですけど、多分最初聞いたら長いって思うと思うんですよ。でもこの長さというのが、僕はこの恋人よという楽曲の中にイントロの長さって相当重要だと思ってるんですよね。やっぱり歌に内包されている歌詞の内容を後ほど言いますけども、この主人公の別れというものをまあ悲嘆するというか悲しむというこの主人公の感情というものに歌詞とメロディーを聞いて共感するまでの前段階で、この40秒の世界観の構築って僕は絶対必要だなと思うんですよね。もうやっぱりこのイントロの長さによって歌の真髄になんていうかたどり着きやすいというか、一つのまあ壮大な前触れですよね、旋回収というかね、このイントロがあるからこそ曲を聴き終わった時に、ああこういうことだったのかみたいな、こう情緒がわかるっていうのが僕の個人的な考えなんですけども、このイントロでね、なんか全体的にこう非常に厳かな雰囲気って伝わりますよね。緊張感があるっていうのが僕はいいなって思うんですよね。いつでも曲ってやっぱ聴くのはいいと思うんですけども、ただやっぱりこう気軽に聴くっていうことをではなく、どちらかというと厳かな気持ちでこの曲の世界にこう飛び込むという大きな前触れとしてのね編曲だと僕は思っております。そしてね、枯れ果ちる夕暮れはというもう一発目の宇佐真由美さんのこの歌声で静寂の中につぶやき声が聞こえるというですね、そのまあ宇佐真由美さんのちょっと弱った感じの世界っていうところから入る、そしてサビの恋人よっていうところの、まあ、一番美味しいメロディーラインとか、そこでね歌うっていうので一気にこうサビで壮大になるんですよ。でも壮大になるからといって宇佐真由美さんが声をこう誇張してなんていうかこう大きく盛り上げてるわけではないんですけども、でもやっぱりサビでですね一気にこう主人公の絶望とかね、そういう部分とか、そういったいろんな感情っていうのがこう交差する入り混じるちょっと大きな世界に持ってくっていう、まあ、そういう魅力がやっぱあるんですよね。ということで、でこの楽曲っていうのはもともとですねその歌謡曲路線に行っていつも宇佐真由美さんが究極の別れの歌を作りたいという、まあ、そういう考えもあったと。でそんな時に、まあ、木田隆介さんというですね、まあ、デビュー当時からプロデューサーとして、まあ、関わっていて、でまあ本当にね家族ぐるみでいつも真由美さんを可愛がってくれた、まあ木田隆介さん、まあ、この木田隆介さん、まあ、非常に有名な方ですよね。まあ、僕のチャンネルでもよく出てきます。まあ、有名なので言うと、ジャックスですね。まあ、ジャックス、そしてまああと編曲家っていうイメージも多いですよね。例えばフォークの神田川とかね、そういった名曲、そしてこの間高石智也さん入門やりました。その時にザ・ナタシャセブンでも、実際にね、活躍されてる方ですよね。いつの赤い風船とかね、本当にバンバンとかリリーとかね、素晴らしい、まあ、編曲家でもあると。でこの木田隆介さんという方がですね交通事故で亡くなってしまったんですよね。まあ恩師と慕うような、もう本当に家族ぐるみのこの木田隆介さんが亡くなったことによる、まあ、ショックもあったと思うんですよ、いつも真由美さんの中でね。それでまあこういう話があって、一応葬儀の時にね、まあこの木田さんの、まあ奥さんが悲しむという姿というのがこの恋人よというものの作曲になったきっかけみたいなね、なんか葬儀の帰り道で思いついたと。要するにやっぱりこう死別というか、そういうのがテーマになっているということだと僕は思うんです。恋人よというタイトルですよね。恋人よというと、例えばじゃあ木田隆介さんの妻が、木田隆介さんを亡くして悲しむというと、まあ、恋人よというものが男と女としての、まあ、恋人よという関係性になり立つと思うんですけども、でもこの恋人よっていうこの恋人というもの自体のこう本来の意味というよりかは、もう少しね非常にこうマクロの視点で描かれている喪失、そして人を亡くすというもののテーマ性、究極の別れの歌だと僕は思ってるんですね。こう人間としてのこう対人間を失う悲しみ、もっと普遍的なね、あの人間として誰かを愛しい人を亡くすという
という、そういうところでこの恋人よというタイトル、僕はね、なんていうか誰にでも当てはまるんじゃないかって結構思ったりとかしてるんですね。いいですね。なのでこの曲の力があるのってやっぱりこう別れをとか究極の別れを悲しむという主人公というものに一応スタンスを置いているわけですけども、でもそれってやっぱりこうリアリティというものと結びついてるからこそ、この歌のなんていうかしなまとってるオーラっていうのはやっぱり全然なんていうかリアリティっていうのが非常に大きいなと僕は思ってるんですね。で僕も最近あの身内なくしましたけれども、なんというかそういったまあ葬儀とかね、そのお通夜ですよね、そこに参加をしてですね、まあ、その時のなんかこう厳かな雰囲気もそうだし、その喪失もそうだし、残された人間としてのですね、空虚感みたいなものをね描いてるのかなっていうふうに思ったりとかしてます。歌詞見てみたいと思うんですね。枯れ果ちる夕暮れは来る日の寒さを物語、雨に壊れたベンチには愛をささやく歌もないという歌詞ですね。まあ枯れ果ちる夕暮れはということもあって、やっぱりいつは真由美さんといえばなんかこう枯れ葉とか秋とか夕暮れとかそういうイメージ持たれる方結構多いというねこともあると思うんですけども、まあこういう季節感というものを出してるわけですよね。非常にこの秋というもののなんか秋歌って結構別れ多いよねみたいな話したんですけど、なんかこのいつは真由美さんの恋人よが非常に大きいこう秋というものの日本人の情緒に結構訴えかけてるものかなと思ったりとかするんですけども、やっぱこの秋の夕暮れって非常に寂しいっていうのはなんかもうね、なんか DNA レベルでわかりますけどね。で雨に壊れたベンチには愛をささやく歌もないと、で非常にここもねシンプルなところあるんですね。雨に壊れたベンチ、雨に濡れたベンチというふうに言わないというのがいいですよね。なんかあくまでこうベンチというものに人格を持たせるというかね、まあその物理的な解釈で言うと、まあ雨に濡れてこうきしんだベンチとかね、錆びたベンチというイメージもあるけども、ベンチというものを人格化させると雨によって喪失感というか、何かこうベンチというものの心が壊れた、精神が崩壊したベンチとかね、いろんな考え方がある。だから非常にこれ情景描写と叙情的な歌詞というものを融合している気がする。まあ、愛をささやく歌もないということ自体がどれだけ失望かということを表している気がするんですけども、サビでね、恋人よそばにいて、凍える私のそばにいてよと、そして一言この別れ話が冗談だよと笑ってほしいと、まあ、ここねサビでこう率直な感じというのがすごくいいですよね。本当に辛辣な思いというか、まさに喪失から生まれる思いというか、でこのそして一言この別れ話が冗談だよと笑ってほしいっていうのってもう本当にこう一番切ない言葉なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんかもう行かないでとか、もう私を一人にしないでとか、そうじゃなくて冗談だと笑ってくれっていう、一つこうなんていうか失望になった人間の一歩先をこう描いてる感じがあるんですよね。この言葉って本当に相当悲しくないですか？嘘だと言ってくれっていうのって、そこのこう持ってくるのってすごいですよね。そして2番ですね、2番の歌詞が僕好きなんですよね。砂利道を駆け足でマラソン人が行き過ぎる、まるで忘却望むように止まる私を誘っているというか、非常に美しい詩的な表現だなと思うんですね。砂利道を駆け足でマラソン人が行き過ぎるっていう、こう自分の世界とはまた違う世界でもうねこうと走ってる人間というものを見るんですよね。でも私っていうのは喪失感によって時が止まったようだ、もうここから私の未来なんてないんじゃないかということすらやっぱ思うわけですよね。でもそんな中で自分の周りでは、まあ、マラソン走ってる人がね、自分の周りを走ってね、なんとかこ う時が動いてるというかね、そういう中でまるでね、それを見てるとまるでこう私も前を向けと言わんばかりに、そして前を向くためには過去をねある程度引きずらないように、ある程度忘却することが必要だと、だから忘却望むように、忘れることを望むように止まる私を誘ってるというね、前を向けと言ってくれてるわけではない、止まる私を誘ってるってこの表現いいですよね。早く前を向いて、君もそんないつまでも悲しみに明け暮れてないで、早く前を向いて未来を向いて動くんだよ、君の時間をもっと動かすんだよっていうことを言うわけではなく、この自分はだからどちらかというと時が止まった世界で失望の中で今いることが、まあ、自分の精一杯できることなんだけども、まあ、忘却望むように誘ってるっていう表現、私の失望というものからこう私を救い出してくれる希望でもあると同時に、やっぱり
ちょっとなんていうか目障りな存在でもあるとかね、いろんな想像がやっぱりこうできたりとかするんですね。でまあ恋人よさようなら、季節は巡ってくるけど、あの日の二人、宵の流れ星、光っては消える無常の夢よ、ということで、ここでね決別してるんですよね。さようならと言ってる。一番の歌詞ではそばにいて、凍える私のねそばにいてよって言ってるけども、二番では恋人よもうさようなら、季節は巡ってくるけどっていうね言ってるんです。でやっぱりこれはマラソン人が通り過ぎていって、私が時が止まった時間で失望の中でいつまでもいるわけにはいかないと、まるで忘却を望まれてるわけだから、私自身の人生を歩んでいかなきゃいけないということのね、こうやっぱりこう喪失感というか、人を亡くした人の心の変化というものをこの短い歌詞で1番と2番でですね、情景描写と合わせながらこう表現してるって素晴らしいですよね。はい、で最後、恋人よそばにいて、凍える私のそばにいてよ、そして一言この別れ話が冗談でと笑ってほしいということでございます。はい、本当にね、まあ名曲ですよね。深みのある、まあいつも真由美さんの歌声、ビブラート、まあこの歌声がやっぱりこの世界を作り出しているということもあり、それと同時に船山本樹さんのまあ編曲もある、メロディーもあるね。最後までアウトロまで聴き終わった後に、このイントロの意味深さというか奥深さ、イントロがあることによってすぐには立ち直れないね、そういったこう一筋縄にはいけない、こう人を亡くした主人公の心のこう繊細さ、複雑さというものがイントロでなんとなく理解できると、終わった後にという、まあ、そういうことがあるのかなって僕は思っております。やっぱりこのね、恋人というアルバム名盤なんですけども、このアルバムに入っているジョーカーという楽曲なんかはね、あの全然この恋人よとは打って変わって、またノリのいい楽曲になってたりとかするんですけども、まあ、このアルバムもねすごくいいんですよね。あなたは突然にという、メロディーラインが非常に歌謡曲で、まあね、アレンジとかも歌謡曲っぽいけども、まあ拳とか重みとかニューミュージックの香りがしたり、ギターのなんかアレンジとかね、あとまあロマンプレイボーイとかね、これもなんかちょっとこう名バラードでちょっとシャンソンっぽかったりしたりね、まあねジョーカーという楽曲、まあ A 面になる予定の楽曲ですけども、これもシティポップな雰囲気ありますね。ジェラシーとかね、もう異国感のあってちょっとカントリーっぽくて、うん、なんかちょっとビートルズっぽい雰囲気もあったりとかして、でラバーソウルのビートルズとかね、ミッシェルみたいなね、そしてまあ思い出はいつの日もとかね、これこそまあ名バラードかなと思いますけど、サビのメロディーが最高だったりとか、あと思うままの女とかね、この楽曲も非常に AOR 的な雰囲気、キーボードシンセみたいなのギターの含めてね、うん、不思議な世界だったり、まあ、愛の蜃気楼、これ木の実奈々さんに、砂の城という楽曲で提供された楽曲ね、だったりとかして、本当に名曲版だと思っております。はい、ということで今回、秋の夜長に聞きたい、いつも真由美さんの恋人よについてご紹介しました。ぜひ皆さんのご感想等いただければなと思います。ということで今回以上になります。ありがとうございました。